日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ンッペイ子供と一緒に言ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですかえー、今日は本能に語りかけるようなトピックそしてコンテンツについてはいはいはい皆さんおはようございます日本語コンテッペイの時間ですねはい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 元気ですか あの少し前ですけどあの日本科学未来館というあの、まあ、日本、えー、サイエンスフューチャーあのミュージアムみたいなところに行ってまいりました行ってきました子どもと奥さんと、えー、まあいろいろなものがあって楽しかったですね あのまあ、基本的には、まあ、未来観というので、まあ、ちょっとテクノロジーのようなもの宇宙とかね、はい、メインはまあ宇宙とかあとはいろいろな、まあ、地球のことあの、まあ、もちろん環境問題とかそういうこともあるしあとはまあ科学医学物理、まあ、そういうものです。 まあ科学はやっぱり宇宙とか地球とかのことでえ医学はあのまあ人の体のこととかね病気を治すテクノロジー薬とかあと手術とかね手術いろいろなこうロボットを使った手術ねあのロボットを使ってえまああの人の体を切ったりね がんを治したり、まあ、そういう、まあ、子供のためのちょっとこうゲームみたいな <laughs> ゲームと言うとちょっと悪いですけどちょっとゲームみたいなあの経験をすることができる、えー、とても大事事な仕でも僕はいつもそういうのを見るとうわーできないなーと思いますよね。 まあ、僕たちじゃなくて、たくさんの人は人間の血を見るだけでやっぱり怖いでしょ。血とか肉とかね。なぜですか？って言うとやっぱり本能的なものですよね。本能的に人は人の血とかまあ、動物もそうですけど、特に人間のね。やっぱり自分たちあの人間ですから、人間というグループで人間がやっぱり死ぬということを想像させるようなもの。血とかね。 えー、なんかそういうういいの怖と思ってしまうでしまでょだからホラー映画は逆にそれを使うんですよねたくさんの血とかたくさんの叫び声「キャー」とかねそういうのを使うと怖怖くく感感じじますよね本本能能だから本能的に怖く感じる、うん、そしてまあそのブースの隣の場所にはあのロボットロボットの,あのテクノロジーがあってちょっとアンドロイドみたいな。 まあ人間の顔をした人間の顔っていうかまあ人間そっくりに見せたようなアンドロイドたちが何,何人か何人か何体かいてですねまあ人間の肌を持ってるしまあ目があって鼻があって口があってねえ顔が動いて髪もあるんですねでそれを見るとやっぱりちょっと気持ち悪いなぜですか多分これもも本能的なもの ね、僕たち人間はまあ普通は、まあ、あの子供を作るときにまあ分かるでしょああいうことしてこういうことして、えーまあ、妊娠して、えー、おなかあの僕の場合奥さんのお腹が大きくなって、まあ、子供を育って、えー、子供が出て,出てきましたね赤ちゃんが出てきた。そそしてのの赤ちゃんは、まあ、あのー まあ、たくさん食べて、まあ、最初はお,おっぱいを飲んでうんこしておしっこしてもうそれを何十回何千回と繰り返して少しずつ大きくなるっていう、まあ、生物ですね普通の生物普通の生き物ですから食べてうんこして大きくなるわけです。でもそのアンドロイドっていうのはそういうプロセスはもちろんあの全部飛ばして、えー、いきなりまあ人間みたいな肌や人間みたいな髪や 人間みたいな話し方や、まあ、そういうのをできるようになってでそれがすごく気持ち悪く見えますよね人人間が人間がを作っってしまたたみたいなねこれもやっぱり本能的にちちょょっとこう気持ち悪く感じるんでしょうね自然なのはやっぱり普通にあの、まあ、子供赤ちゃん赤ちゃんを妊娠して赤ちゃんが出てくるそして育つうんこするみたいなそれはもう自然なことなんで。 なんかこう変な気持ちとかはないんですけどいきなりねなんか <coughs> まあ、なんかこうアンドロイドを作るときにやっぱりまあまあ美しい顔とかにするでしょ美しい女性の顔とかを作ってあのそれそれもやっぱりさらに気持ち悪いですよねなんかこうエゴイスティックな感じね人間のエゴがあの作り出したような感じがしてすごく気持ち悪いんですよね やっぱりロボットだったらガンダムみたいな顔をしていれば別にそのガンダムが話すとかねあのまあいいしあの携帯電話でシリが話すとかねあのスピーカーからアレックスさんの声がするとかそういうのは多分ほとんどの人はまあ別にそこまで気持ち悪いとは思わないけどなぜか人間の顔をしてその肌があってしかも肌にもちょっと毛が生えたりしててそういうのを見ると。 なんか気持ち悪く感じるんですよねそれはやっぱり本能的に嫌だっていう気持ちがあるからかもしれませんホラー映画とかねさ,さっき言ったホラー映画とかいつもいつもその本能に語りかけるようなねしかも嫌な部分ね人間が嫌だと思う部分そういうのをあのいつも探してますよねなんかこうさっき言ったように血とか叫び声とかあとホラー映画は子供もたくさん出てくるんですよね なんか子供,子供の声とかってなんかやっぱり大人にとってちょっとアラートみたいなね例えば子供の声で「助けて」とかそういう声を聞くとすすごく怖く感じるんですねあのまあ、僕は父親だし小さい子供がいるしな子かあの,子供の声で「パパ」みたいな声を聞くとあの僕の子供じゃなくてもちょっとなんか。 緊張してしてまう、ね、大丈夫かな?」みたいな,なんかそういう本能本能的なところにこう訴えるっていうかね響くっていうか刺さるっていうか刺激になるんですよねだからホラー映画は結構そういう <laughs> いつもいつも人々のなんかこう本の本能的な怖さとかを追求し続ける探し続けるような <laughs> まあ仕事というかクリエーションで。 ちょっとなんかよく考えたらすごい嫌ですよねそのアイデアがねだけどまあ一つ忘れてはいけないのはやっぱり本本能能的なところ人間ののっていうのはかなり強強いいです本当に強いあの,他のものよりももっともっとこうなんかこう祝おうがなしにっていうかもう避けられないようなやばいみたいなそういうそういうなんかサバイバルスキルみたいなものが多いんで ちょっとこう集中力のレベルが違いますよね。はい。なんかそのよく火事場の馬鹿力っていう言葉があります。火事場火事場というのは火事の場所。あの火,火が起こるでしょで。そういう時に人,人間の力が馬鹿力って言ってすごい力が出る。例えば家が火事になった時になんかあの自分が大事なものとかをかき集めて。 あの持ち出すんですけどそういう時に例えばなんかもう体の弱くなっているおばあさんとかおじいさんとかがなんかすごい重いものを持って外に逃げたりするんですよでそういう時にうわっ火事場のバカ力ですねみたいなまあそれはやっぱりサバイバル能力っていうかまあこれも本能に訴えかけるからでしょう火という恐ろしいものが。 で今日のトピックですけど <coughs> まあ時間がちょっとないんで手短に言いますと本能にか語りかけるような、ね、トピックやっぱりあのまあ皆さんが日本語を聞き続けてもらうためには、ね、皆さんに日本語を聞き続けてもらうためには僕もその怖いこととかは嫌ですけどやっぱりちょっとねあのなんかこうあ聞きたいと、ね、そう思うようなそういうことをやっぱり 話していきたいな。これからも話していきたいなと思うんですね。ホラー映画みたいな人々の気持ちを悪くさせるようなものを、あの探すつもりはありません。だけど、やっぱりこう。はっね。それはもしかしたらあの私たちにとってとても大事なことかもしれないね。生きるとは死ぬとはどういうことだろうね。これはある意味、あの現代を生きるサバイバル能力。 現代の人間に現代人に必要な本能かもしれませんまあ本能も少しずつ変わっていくでしょうね昔から昔はあの他の人をあの他の人を殺したりとかね奪ったりとかそういうことが今よりも多かっただから体が強くなるとかそういうなんかそういうことが大事だったじゃあ今必要なサバイバルスキルっていうのは それととと同じかいいえばちょっと違いますよねもちろんでこれからねこれからですよこれからの地球で私たち人類が、ね、人類という一つのグループとして人間が人間のグループとしてサバイブするためにはじゃあどういうスキルが必要でしょうか、ね、どういう本能が必要だろうか、ね、でそういうふうに考えるっていうのもやっぱり大事なこともうこれ自体があのサバイバルにつながるかもしれません。 なななんとくそういうういいものを僕は探ししているような気がします。これからね私たち人類がみんなできるだけ多くの人たちと一緒にどうやって、あのー、生きていくかそして生きていくというのはただ、あのー、命が伸びるその長生きするとかそれだけではなくやっぱり幸せっていうものが大事ですよね。幸せとか笑ったりとかねやっぱりそういう瞬間がとても大事でしょ。 だからそういうどういうふうに生きるかねただ生きるんじゃなくてどういうふうに生きるかそういうことも考えていかなければいけない。はい、というわけでこれからも本能に語りかけるようなあの皆さんの,あの皆さんをいい気持ちにさせてその考えさせられるようなね、まあ、そういうことを話していきたいと思います。というわけでチャオチャオアスタレオまたねまたね。